僕じゃない、僕が思いつかないような、個性的なユニークなのができて、それがこう集積して、全体にも面白くなる。もちろんそれを期待してるんですけれど、でもまあ、この、ダンボールはそのなかなか難しいですし、どういう人が これを作るのに適してるかはなんか読めないんですよね。今まで美術大学でやってますけれど、絵が得意、絵が上手い、そういう油絵家とかで、教授に優等生と言われてる人は必ずしもこれがうまくできるとは限らないし、下手でもいいんですよ。下手のなのもあり、うまいのもあり、平凡なのもあり、ユニークなのもあり。いいじゃない。まあこれぐらいの離れは。ここで終わってた方が。ここ中だと下も作りたくなっちゃうけど、そう、まあこうやって下作ってもいいけど、じゃあこうしようか、で、あとはまあなんか漠然とこのままで、でもいいよ、なんかここのね世界は守るので、ところでこれ肩がないけど、あ、今作ってるところ、あ、そうなんだ、はい、いや違う、わかるけど、いや肩がないの面白いなと思って、だからネクタイだけ、何がいいですか、面白いんじゃない、このままの方がいいですかね、何かちょっと変な方が僕は好きなんだよね、何か肩のない人間、じゃあこのままの方がいいかな、それでいこう、はい、わかりました、まあ基本完成、じゃああとくっつけてみたいな、あ、まだくっついてない、じゃあゆっくりね、はい、で一度持ち上げてください、はい、オッケー、こっちに来てください、こっちに上げてきてください、はい、最初気をつけて、引っ張りのちょっとストップです、はい、で中田さん、これ受けて、はい、持ちました、はい、オッケー、はい、ゆっくり、はい、大丈夫か、片付けオッケーです、今度オッケーです、オッケーです、こういうことね、はいはい、じゃあ真ん中の人抜けてゆっくりで外側で押さえて、はい、オッケー、下は、ぶつかってないです、あのさ、絵とかってよく床で描くこと多いんだけどさ、床に置くと絵ってなんかちょっと小さく見えるんだよね、で垂直にするとなんか急に大きく見える、無理かな、ちょっとノブさんがいないです、ノブさんがいなければもうちょっと大きくなるありがとうございます、はい、すごい、